本当に今幸せです。一言で言うならやっぱ兄貴みたいな感じですかね。二人きりでいるとなんか恥ずかしいし、強気になるよ、弱気になるんだよ。でもなんかいてほしいみたいな。世界チャンピオンであった自分と戦いたいとか、そういうことを入会したてで平気で言えるぐらいの大きい器を持っていたので、やがてどうせ来るんだろうなと、うちのジムにベルト戻ってくるんだろうなと思っていたので。その人を超えたいっていう気持ちがあったので、はあ、超えるためにはまずベル同じベルトを巻かなきゃ意味ないなと思ってて、どうしたらいいですかねって聞くと、いつも言うのは、全然巨人は大丈夫っしょって言います。その時は、まあ、パンパンで老けてんなってあれ見てたらもう練習のね、鬼だったんで、で見る見るうちにバキバキになってきて、あ、これはもうどこ行ってもチャンピオンになるな。やっぱ憧れの存在ですよね。で、あんだけ KO を築いてすごい選手だなって、自分もああいう風になりたいなと思って。マジリッケだし、そう格闘技自分の人生そのものであると思います。生きがいです。シュートは踏み台っていう考えですかね。まあ打撃で勝てる常に自分は、はい、なんかこう今までのものが弾けるみたいな、バーンっていう感じですかね。今までやってきたことがこう合ってたんだなみたいな。もうやっぱ世界に挑戦したいんで早くさせてください。お願いします。怖いっす、それの繰り返しです。怖くなったりテンション上がったり、多分ボコボコにされると思うんですけど、最後一本取ります。僕は逃げないから大丈夫。ありがとうございます。チャンピオンの時の結果が浮かび上がる。宮城が動いた。タップアウト。大サイド。新チャンピオン誕生。弱点は寝技じゃないです。まあ、自信もすごいあるし、俺なら勝てるんじゃないかなって思ってますけど、ね、彼も多分 KO しに来ると思うんで、今回はとにかく一本取りたい。首を決めます。全然取られないという、触れさせないで自分の攻撃だけ当てて勝つっていうのが理想ですね。誰でも来いっていう感じのチャンピオンになりたいですね。まだ客観的な意見としてでも多いものが不安あると思います、はい、いろんな仲間にも出会えたし、このシュートがなければ今の僕はいないんで、本当に勝ちたい方が多分勝つと思うんで、まあ、いつも通り一撃必殺を見たいな。大木も広場さんはまだこんなところで立ち止まっている人間ではないし、日本を背負って殺格闘家の人になると思います。あいつはもう始まったばっかだし、うん、これからもうどえらいことになる。